二郎系のキングダム、福岡夢を語りの厨房へ潜入してきました。オープン前の仕込みの仕方を動画に撮らせていただきまして、豚チャーシュー、油だれ、スープ、このね、数種類をチェックさせていただきました。他に二郎系の動画で人気なのがこちら、大阪の歴史を刻め、こちらのね、動画も厨房潜入してますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこちら、歴史を刻めの社長である大ちゃんに僕は呼ばせてもらってるんですけども、大ちゃんとの経営の仕方のね、お話もすごい面白いんで、まあこちらも見てない方はぜひチェックしてみてください。そして今回からですね、最後におまけトークっていうものをつけてます。そちらでは僕の失敗談もお話ししますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それではスタートです。土曜日の営業時間が12時の18時。12時、18時。はい、今6時間です。まあ、緊急事態の。あ、そうです、そうです。それで6時間やってます。本来は？本来は、土曜は夜だけですね。18時の22時です。今、仕込みのキャベツを一人で黙々と寂しく。仕込みが一番寂しいですからね。まあでも、YouTube 見てますよ、ちゃんと。見てる？はい。島屋さんの。何が一番あれやった？ためなったなみたいな。僕ですか？うん。なんだろうな。まあでも接客とかですかね。僕は一番やっぱり。で、なんか他の店の厨房潜入よりも、接客の方が。そうですね。もうすごいですね。いろんなところ行って有名店。そうよ。まあね。あのくにちゃんはテレビ取材全部断ってる。そうですね。断ってます。はい、初取材です。初取材。まあそうです。この厨房に入るのは僕は初めて。YouTube では。まあそうですね。そういうことですね。そうですね。ありがとうございます。とんでもないです。これ振動するの？捨てるの？あ、いや、スープ入れます。お、さすが。でもちょっと入れすぎとあれなんで半分ぐらい。僕今から肉切っていいですか？いいよ。どこで切る？あ、ここで切ります。今日の肉。今日の肉ですね。50キロぐらい。50キロ。え、いつもこの今日使うチャーシューは明日です。明日です。はい、一日寝かせます。足りやんくなったら使うときまで。あ、ごめんなさい、今日は使いますわ。今日は使います。今日は使います。で、バラとバラと腕です。腕 2対1の割合です。どっちが2？腕が2です。おお、すごい。そういう感じでざっくりな感じで。ざっくりですね。で、夢を語れで1年間修行して。そうです。で、もともとは普通にサラリーマンというか会社員してたんですけど。何の？工場で働いてて。へぇー。若いな。もう26です。26か、若いな。もうすぐというか、明後日で27。へぇー。そう。で、高卒で働いてて。で、会社の有給、うん、フレッシュ休暇で一人旅しようと思って、うん、車車中泊しながら九州一周しようかなと思って。そう。で、その時に船で行ったんですけど、うん、船で神戸から、うん、宮崎行ってで、宮崎から鹿児島行って、うん、で、上また上がってきて、うん、で、インスタでラーメン屋さん探してたら夢岡台がヒットして、そうです。で、たまたま食べに行って、そう、それで今の僕の師匠に出会って、そこで夢語りました。あ、その最初食べに行った日に、食べに行った日に夢語りました。すごいな、行動力すごいな。そうです。で、そこで泊まらせてもらって。そうなの。10日休みしてて、うん、で、別府で5日間ぐらい皿洗いとか、うん、厨房で洗い物とかしてました。そうなんや。はい、もう楽しすぎて。そうです、そうです。で、こういろんなこう話するようになって、うん、で、ラーメン屋さん、ちょっとラーメン屋さんというか夢を語りで働きたいなと思ったんで、うん、お願いして、で、そうです。で、和歌山戻って、うん、会社辞めますっつって、辞めたいですって、うん、ラーメン屋さんするんですって、うん、で、3ヶ月間ちょっと辞める期間いただいて、で、辞めて、で、今に至ります。
もともとラーメンが大好きやったんで、うんうん、和歌山にいてた時も結構大阪とか、あ、そうね、はい、よく行ってます。軽い感じで巻くねんね。はい、うん、見ました、チャーシューの巻き方ね。こちらに、チャーシューの巻き方こちら出してください。チャーシューの、まあ、いろんなやり方あるからね。そうっすね、うん、これはメニュー。そうっすね、道メニューっす。すごいメニュー。もうボロボロっすけどね、手書きで。らしさがあってね。そうっすね、夢を語りはもう段ボール命っすね。キングダムっていうのが汁なしですね。汁なし。そうです。これも僕夢語ってて、キングダムの作者原先生っていうんですけど、その人が今福岡に住んでるらしくて、そう、その人に届けばいいなと思う。来てほしいと思う。そう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 。で、夢語ってたら原先生の同級生が来てくれて、そう、あ、僕の書いてる夢見てくれて、あ、そしたら今度同窓会だったら言っといてあげるよ。お、豚増しってこれ、はい、何枚入れる？2枚ですね、一応。うん、1つ 50g ぐらいある。いや、あります。一応35で一応統一してますけど。あ、そうだね。もういっぱいいりますね。多分40、50はあると思います。これが腕。これ腕ですね。腕のそのカットの仕方は大体、まあ大きさ大体揃えてみたいな感じですね。あとは肉の繊維は、うん、とか、まあ、見ながら。そうですね。腕使えへんもんな、うち。使わんすね。腕使うとこ少ないっすよね、うん、みんなバラだから。これ全部チルドっすか？そうっすね。そこはこれは、うん、今のは使えへんの？チャーシューには使わないっすね。何に使うの？これはまあ一応だし、はい、うん、まあ、基本全部使うっていう。結構ね、カットが難しいんですよ。どう向きにカットするかとか。もうね、腕はもう形がもうバラバラだから、繊維がね、はい、あんまり。家賃が？家賃10万っす。学校の近くに出すとかってあれやんか、二郎系。はいはい、ありますね。まあ、そう、僕もそれをまあ一つのあれとしてはやってたんですけど、福岡大学、うん、で西南大学っていうのがこの両サイドにあるんですけど、その大学生がまあ来ないっていう。来へんの？ちょっと的外れました。で、向こうにある糸島の方にある九州大学かな、うん、そこがめっちゃ来る。車で40分とかかけて。車で40分かけて来てくるの？はい、はい、今やったらそうですね。大学生じゃなかったら佐賀とか来てくる、佐賀から来てくれたりとか。へえ、すごいな。これ立ち食いにした理由って何？立ち食いにした理由ですか。まあ立ち食いの方が食べやすい。別府の時も立ち食いやったんで。あ、そうなの？はい、だから僕なんて、だからラーメン屋さんのつながりはね、そんなにないですけど、その YouTube でね、ああこんなやり方あんねやとかっていうの結構勉強になることが多いんで、だからすごくためになってますよ。いいね、いいコメントいただきました。ありがとうございます。まあでもみんな普通に意味してくれるしね。味はなんぼでも作れるやん、やろうと思ったら、うん、確かに。だから繁盛させるってもちろん味も大事やけど、それ以外の、まあ、結局ラーメンを作ってる人、そうっす、その人をどうやって育てるか、まあ、だから人材、うん、そうっす、人材をどうやって作っていくかっていうことの方が俺は大事だなって思って。美味しい店なんていっぱいありますからね、今ね。あとは何だかって言ったらもう人ですよね。そうそうそう、また来たいと思える店作りの方が、まあ、国じゃだからファンがおるからそうやって来てくれるわけやし、アイドルとあとはこれからもし自分が3年後やるってなった時は、そうですね、まあ、まあね、夢を語るっていう名前がね大きすぎてあれですけど、いやいやいや、まあ、それもあるかも分からへんけど、ただ任していく、人に任していくっていう時にいろいろやっぱ学ぶ。いや、自分が現場立ってる時ってなんぼでもできる。だから俺も昔現場立ってた時はじいちゃんばあちゃん来たらスープちょっと多めに入れて味をね、味薄くしてあげたりとか、そんなんできるのよ、はい、そういうのも教えてできることできへんことおるから。教えるのほんま難しいですね、今ほんま僕が思います。バイトの子とかにも、うん、教え方とかね、人によって違うから。褒めていいこと、怒ったらダメな子とかもいっぱいいてるし、そういう今は人を育成ってほんまに難しいなって思いますね。だから繁盛店でもみんな人がおらんくて閉めますとかって多いから、はいはい、だから俺らラーメン作ることはめっちゃ学ぶけど、人を作ることは学ばへん、はい、でも飲食で大事なのは人やから。そうですね。
僕らよく言うのがそのレストランビジネスイコールピープルビジネス、人ありきの仕事やから、うん、はい、そこにちゃんと投資しないと、うん、勉強もしないと、はい、でこれはもう使わない。あ、いや、これはまだ巻く。いや、これはもう巻かないです。これはもう寸胴に、寸胴にぶち込みます。寸胴、営業用の寸胴に。あれも血だけ取って、うん、で、まあここから油の、油が出るんで、うん、それとか、まあこの赤身とかちょっと旨味出て、うん、で、これをあのこれはもうお客さんに出さなくて、うん、これをあとちょっと小さくほぐして、で、油だれの中に入れます。へ、結構細かく、みじん切りぐらい。まあ、そうですね。うん、これも結構、もう寸胴の中でもホロホロになるぐらいまでやって、で、最後の営業終わりにこれだけ作って取っといて、で、使う感じです。ちょっと背脂が、油だれが美味しく、肉の、はい、感じで美味しくなるんで。まだでも今で6時間ぐらいです、ね、これが次のメインスープで。あ、そうです、そうです。あと6時間炊きます。12時間ぐらい。何入ってるの？背骨と原骨10キロずつ。10キロずつ。はい。背脂は？背脂は、いや、そこには一応今は入れないです。入れましょう。あ、入れる。入れましょう、入れます。ほんまは入れへんけど、そうですね、土日はちょっと肉が足りなくなるから。そうそうそう。で、営業用のとこにね、豚いっぱい入れたらうまみは強くなるんですけど、バランスがちょっと豚臭くなっちゃうから、こっちに入れると、あ、いや、こっちをまあストック寸胴って言ったんですか、うん、こっちは営業用で、うん、こっちに入れすぎると、あ、いや、こっちっす。あ、こっちか。はい、営業中に豚を炊くんで、一緒にスープと営業中に仕上げる感じっすよね、最終的な。で、今からこれを火入れして背脂炊きます。背脂とか今日のあの油だれ。おお。これだから歴史と一緒です。歴史。見ました、見ました。え、ごめん、もう一回聞いて、はい。これが今度のメインスープになって。そうです。まあ、そうです。こいつはストック。ストック。これできたやつを骨から出すやつ。骨から出す。え、骨が今下には骨だし。上のスープだけ、上のスープだけこっち全部移して、こっちは今スープと背脂だけ。そうですね。で、こっちは、こっちは営業用の寸胴スープ。スープだけ。スープ、スープと肉を、スープと肉、あ、肉を、こっちはスープだけ、スープと背脂ですね、今日の使う分。ほんなら骨はここしか入ってない。骨はここしか入ってない。なるほどね。で、たまに豚骨が弱かったらこっちに骨入れます。あ、豚を掘り込んで火の位置はこれで2時間半、2時間半後今の豚を揚げる。そうですね。で、醤油つけます。醤油つけて、こっちが今から何の作業。これは今から営業用のスープ、スープを仕込みます。今日は油が多いんであれですけど、油はいらないんです、こっち。これずっと溜まるまで。そうですね。半分の1ぐらい。うん、で、その3分の1がなくなったら営業中また足す。いや、営業中にこの秘釈で一杯ずつぐらい、ちょっとずつちょっとずつ入れていきます。上に足して。傘はほとんど変えずに。一杯、1ロット作ったらまた足していく感じです。うん、なるほど。で、ここで今肉を温めます。温度の上で。温めます。これもう一回。もう一回。いいっすよ。これで、はい、この肉かす、そう、肉かすを、あと油を。そうですね。これで油かす、あ、油だれを作ります。さっきのこっちの背油を。そうですね。今から沸かしてここでこします。これだ、これ。はい。はい。今からじゃあラーメンの返し。返し。はい、ニンニクを入れて、その上に醤油、醤油を入れて、返しもウォーマーで温める。そうですね、うん、これはあの魔法の粉、魔法の粉、おいしくなあれです。おいしくなあれ3倍3倍
で、ウォーマーで。そうですね、これは。おお。なるほど。でもう沸騰してきたんで、肉入れます、今から。え、こんな少ないとこに、あんだけ入れるの、うん、そうですね。なるほど。炊きながら、はい、栄養する。そうですね、今からちょうど2時間前に入れて、うん、で、まあ、持っていく感じですか。何キロぐらい？いや、もっとですね。15、6はいい。これも多分入れすぎですね。結構入れる方ですね、僕は。普通の店よりも。普通の店多分入れてんじゃないですか。これすごい、パンパン。火は強くする。一回沸騰させます、それで。沸騰させて、火火で、あとは。そうですね。まだ行く。行くねー。これぐらいですね。結構入れますね。今回でも多いですね、休日なんで。バランスは難しいですけどね、スープと肉の旨味と、あと背脂もいるんで、すごい。結構なんか背脂が重要なんで、フレッシュな。そんなにでも、入れすぎると芯臭くなるから。これぐらいですかね。芯を入れて、そのまんま。甘みを出すみたいな。そうですね。甘み出すというか、もったいないからっていうか。入れすぎるとやっぱちょっとほんまにキャベツの匂いが強くなるから気をつけた方がいいです。全部いく？全部いく、ああそうですね。あでも今日はちょっと入れすぎたから営業用にちょっと残します。僕は今あんまりかなりでかい、大きい方が無極端な話もこれでちゃんちゃんちゃんでやったりもしますけど、あんまりちっちゃいのは好きじゃない。そうやね、食感が。そうですね、ほんまもう、ほんま、もうバンバンっすね。僕はもう大きい方が入ってたら嬉しいんで。確かに。おお早いな。早いでしょ、ほんまこれはもう。いつもは肉カツが？肉カツが入ってるんで、その肉カツに醤油が染み付いてるから、そんなに醤油は入れないんですけど。肉カスが入ってるっていうのは どっち？こっちに先に肉カス入れたじゃないですか。今日は少なかったですけど、いつもは肉カス入ってるんで、醤油はそんなに入れなくてもいいんですけど、今日は多分結構入れなくてもいいです、まあ、あとは営業中にちょっと薄いなと思ったら結構足していく。これで終わりです。あと美味しくなあれ入れたら。ニンニクは入れる？ニンニクここは入れないですね。もっとほんまにもっと肉感が、肉のカスが入ってればもっと美味しくなる。まあこれぐらいですかね。あとは営業中にフレッシュな油を使いたいんで。凍ったままですね。これぐらい、これぐらい。すごいな。これ多少当たれへん。あ、当たらないです。いや入れ、いやでもほんまこれ入れすぎっすね。これ見たらみんな多分怒られる。めっちゃ入れるんで、醤油の香りが止まらないように上に油をやって、返しの上に油を引いて、はい、蓋する感じですね。油で蓋して、はい、香りが止まらないように。トータルしたら3分ぐらい。うーん、開始が40ですね。スープが360、うん、キングダムはこれで開始にこれで OK です。腕、うわいいね。まあ、なるべく、うん、これとこれ同じやつは入れないようにして、はいはい、違う部位とか、はいはい、赤身っぽいとこと脂っぽいとこ。そうです、うん、うわキングダム、キングダム。それもかけんねや。
はい。おー、いいね。これで、チェック。おいっす。おー、いくね。塩分多分低いんで。はぁ。おい。おはよう、いってらっしゃい。いってきます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。くにちゃん、賛成ありがとうございました。でですね、今回からですね、最後におまけトークをつけてみるということを試みてやってみます。で、何を喋ろうかなと思ったんですけども、僕の失敗談を皆さんに共有したいなと思います。で、失敗談で言いますと、2009年独立したての時ですね、僕は、もちろん僕がお店に行ってスープを沸かして、お店を営業してっていうスタイルでやってたんですけども、その当時ね、すごいゲームにハマってて、プロ野球スピリッツにハマってて、どうしてもね、夜深くしばっかりして、朝出勤するのが遅くなって、オープン1時間前にしか、出勤しなかった日が何日かありました。で、その時に一番やばかったのはスープが沸かなかった。まあ当時はね、呼び戻しっていうスープの炊き方をしてたので、朝一スープ、寸胴に火をつけて、その寸胴が沸かないと営業できなかったんですけども、それが全然、わからなくて、しかもそういう日に限ってお客さんがオープン前に並んでいるっていう状況で、で、スープがわからない、どうしようってなった時に僕がやったことは、チャーシューを炙る、ゴーって炙るね、バーナー、あれを寸胴の下からずっと当てて、しゃがんでずっとね、当てて、沸くのを待っていたっていうぐらい、舐めてました。で、そのしゃがんでる間ずっと、うわ、やってもうかなと、アホやもんなと思って、もうその日からね、もうゲームやめようと思って、ゲームやめました。はい。そんなクズ人間でした。はい。失礼します。